入社 して2日目に学生気分が抜けてないって言われたらそりゃそうだよ。まあそうだよな、1年ぐらいは。なんか俺その発言するやつ好きじゃねえわ。本当に。いるよね。これだからゆとりはとかさ。そういう上司無能だなって思っちゃうね。だからそんなのね、ダイヤモンド、輝いていない、まだくすみがかったさ、ダイヤモンドなんだから。自分のためにさ、自分の持ってる知識を全部教えちゃえば、楽でいいじゃん、働かなくていいじゃん。俺、だから、一生懸命教えてたんだよ。なんかね、いじめたがるよね。あれってなんか人間の本能なのかもしれないな。みんないじめたがらない。会議で、その新人の問題点を挙げる。問題点というか、その新人はどうだ今は。っていう。会議があるでしょ。わかんない。病院だけかもしんないけど、あったんだよ。みんな悪口しか言わねえの。あの人の問題点はここでここでって。そんなこと言ってたらさ、なんていうのかな、褒めることができないわけよ。俺、一番のゴミを預かってたのね。無断欠勤するわ、字は汚ねえわ、デブだわ、ブスだわっていう女の子が俺についてたわけよ。ただなんか、なんとかしてこの子が、そんなね、もう、全員からいじめられてたの。もう本当に。俺以外のやつ全員からいじめられてたの。だから俺、まあ、なんかいいこと言おうってやってたんだけど、でそれも上からの圧力で潰されちゃって、結局やめちゃったけど。そういうのってさ、労力の喪失じゃん。もったいねえじゃん。そんなバカでもさ、そんな、病院なんてはっきり言ってさ、医者以外猿でもできるから、あんなの。絶対に犬とか猿とかでも覚えさせればできるじゃん、絶対あんなの。だから、関係ねえと思うんだよ、俺。いかに忠実かだけだと思うんだよ、俺。さらに、だ言われたんだって、俺入社した時に、委員長がバーって来て、理事長がバーって来て、お前らの仕事は、猿でもできるんだから、なーって言われたんだよ。まずは一生懸命やることって。結局、医師が全部決めて責任を取るのが医師なんだから、一生懸命やれと。一生懸命やることが一番大事だと。俺一生懸命やって、クソブラックだけど、上り詰めたから。1年目の夏に2週間無断欠勤したの、俺。この話1952回目だけど。2週間無断欠勤して、で、やめるって言いに行こうと。その時俺6ポケあげてたんだよ、6ポケを。で、暇だったから。仕事行ってなかったから。そんで、彼女と同棲してて、まあ、貯金あったから、学生時代にいっぱいお金貯めてたから貯金あって、まあ、1年ぐらいニートすっかと思ってたんだよ。で、ただ無断欠勤してたから、お母さんに言わなきゃと思って、母親を呼び出して、赤羽の、今でも忘れねえよ、駅前にある、喫茶店で、彼女同伴で行ったわけよ。で、分かった、じゃあもう、ね、無理だったら、やめていいよ、つって言われて、院長に、一応挨拶に行ったんだよ。自分のことを、採用してくれた人だから、ちょうどなんか面接してくれたんだよ。俺の入社試験。入社試験か。で、謝り、ごめんなさい、辞めますっつったら、お前さ、つって、ね、別に今辞めてもいいけど、そんなね、自分の経歴をね、傷つけるのはもったいないから、とりあえず3月までやんなよって言われて、わかりましたっつって、俺、影響されやすいから、二つ返事で、お前の力が必要だみたいなこと言われたから、二つ返事で言って、次の日から何の連絡もせずに、通勤したわ。出勤してやった。おはようございますみたいな感じで。そしたら、そう、偉い人に呼び出されて、もうあんた、なんというメンタルしてんのって言われて。普通、いや、やめるでしょって。一目置かれたから。その代わり直属の上司には4年間無視されたわ。ただ、そんなことがあったとしても、4年後には和解したからね、本当に。いや、加藤くんは、女性の上司だったんだけど、加藤君は私のこと嫌いでしょって言われて、いや、全然嫌いじゃないっすよ、つって。ただやっぱ、1年目にああいうことがあったから、なんかやっぱ、申し訳ない気持ちがすごい強くて、って、4年越しに喋ったからね。ずーっとしかと、ただね、人間ってさ、恐ろしいもので、その環境に適応するんだよ。よっしゃ、俺、仕方されてて勉強会とか飲み会に呼ばれねえからニコ生できるっつって、すげえ、その環境を利用してたからね、全然俺に声かかんねえから、マジでフリーじゃん、つって。だから俺は、うまいことやってられたんだよ。仕事も頼まれねえし、挨拶しても無視されてるから、じゃあ挨拶しなくていいじゃん、あいつに、と思って。人間って恐ろしいぞ。マジで。そこで俺もう、何があっても絶対大丈夫だなと思った。あれ以上に辛い経験ってマジでないから。上司たち、なんかその2番目に偉いやつも完全にズブズブだったのね。の2番目に偉いやつがマジでゴミで、
医者と不倫してるゴミ女で。で、俺今でも忘れてね、なんか、病院の悪しき、流れでね、勉強会っていうのがあるんだよ。あれ本当いらねえんだけど、俺から言わせれば。別に勉強なんか家で勝手にやれよって。で、ちょうど今31になるとして、俺と同い年だよ。俺今の俺の年齢で、そいつに言ってやりてえもん。でね、勉強会の、勉強した資料を忘れちゃったの。いや、忘れてないんだよ。もう、体力の限界でニコ生もしてたし、体力の限界で、もうできなかったのね、その日の前日に。睡眠時間を削ってやれって言われてたんだけど、できなかったの。だから忘れたって嘘ついてすいません、できませんでした。忘れました。もう明日停止しますって言ったら、朝礼15分間ずーっと俺への文句だったの。いや、あんたは無断欠勤もするし、なんか、ね、整理整頓もできないし、もう人間として、なんだっけな。なんて言われたっけ、俺これ配信で言ってるね。なんて言われたんだっけ、俺。忘れるってことは俺許したんだな、あいつを。人間として、なんて言われたんだっけ。なんて言われたんだっけ。あ、そう。人間、なんか人格を否定されたの、俺。人格を否定されたんだよ。それをお母さんに相談したの、落ち込んで。そしたらお母さんがキレて。マジで。いや、あなたは確かに仕事においては、ものすごい悪いことをした。それは反省しなさい。もう頭土下座してても謝りなさい。ただ、純ちゃん人間性まで否定されたらお母さん黙っちゃいないよって言われて、お母さん電話して、うちの息子の仕事面においてはもう何言ってもらえても、殴ろうが、ね、否定されようが、もう何言われても構わない。ただ人格を否定されたらもう私が黙っちゃいませんよって言って、お母さんにチクってやった。だ仕事で、お前仕事できねえな、ふざけんな、ちゃんとやるよ、てめえいくらもらってると思ってんだ、バカ野郎。おめえクビにするぞって言われても私は怒んないよと。人格否定するってことは、あなたの人生を否定するってことだから、それであなた、純ちゃんが死んだらどうするのって言って、うちのお母さんクソモンペだから。モンペ。で、俺後ろの方で、あれだよ、お母さんの背中から、この顔だけ半分だって似たって言われてた。これが大人の力だつって。あれマジ腹立った。でも忘れたってことは許したんだろうな。いや、だからさ、みんなの中にもさ、30超えてさ、30超えたら結構中間管理職になる人いるでしょ。仕事のこと言ってもいいけど、あれだぞ、人格否定するとマジでモンペ出てくるから、ほんと気をつけた方がいいよ。ダメなんだやっぱ。人格を否定しちゃ。で、みんなだってそうじゃん。勉強できねえなとかさ、お前バカだな、ブスだなって言われてもまだ納得できると思うんだよ。悔しいだろうけど。ただ人格否定されたら人生を否定するのと一緒じゃん。お前、人格を否定する言葉って何？俺なんて言われたんだろう？忘れちゃったよ。ただ、その配信でリアルタイムで言ってたはず。なんて言ってたんだっけ？なんて言われたんだっけ？人として、人として終わってるだ。そうだ。人として終わってるっていう、なんかそういうこと言われたんだよな。人間として最低。あ、そうだ、言われたんだ、そうだ。人として最低って言われたんだ。で、人って、あなた、その、働いてる8時間しか見てない、あなたが、なんで純一の人として、なぜ、純一を、人として最低って言い切れるのか、本当に、親の私に教えてほしい。人間として終わってるとか、人として最低って言われたんだよな。社会人失格って言われる分には全然しょうがない。だってそんなね、2週間無断欠勤してたやつなんて社会人失格だから俺でも言うもん。お前ほんと社会人失格だぞって。それはもう正しいことじゃん。でも俺すごいショックだったんだよ。本当に病んでたんだよ。もう俺ってダメなんだ。生きてちゃダメなんだって思ったんだよ、ほんとその時は。辛くて。で、次の日からさ、挨拶もできなくなっちゃって、怖くてそこに行くのが。そういうのあったわ。ダメなんだ、言っちゃダメな言葉なんだなって。いや、社会人失格じゃない。人として最低って言われたんだ。まあでも、やっててよかったわ。あの経験なかったら多分、もっと、やっぱ壁にはぶつかるもんだね。で、今みんながさ、ぶつかってる一番辛い壁を俺に教えてよ。傷舐め合おうぜ、たまには。今一番辛い時期だろ。4月、5月のこの時期って。トラウマになってたわ。浪人なんてもうゴミみたいなもんだぞ。鼻くそ。
まつげがちょっと抜けちゃったなぐらいのと、10年後、まつげが抜けちゃったなぐらいな感じだから絶対大丈夫。10、あ、まあ、でもそうだ、当時は俺も自殺しようと思ったもんな、第一志望落ちて。学歴コンプで辛い。今、年いくつ？で、働き始めてさ、お前学歴何って聞かれることある？なくないか。でもそれって自分で全部解決できるから、そんな大した問題じゃねえな。だってそれ自分の考え方変えるだけだから絶対、それは全然幸せだ、まだ。ってことはお前はかなり人生成功してるぞ。もっと絶対あるじゃん。あの、緑内障だとかさ、もう透析やってるみたいな。それってもう、5年後には死んでるわけだから。それから考えたらお前すごくね？学歴コンプだけなんだよ。その自分の考え方ちょっと変えるだけで、もう、お前は健康だし、何の欠点もないんだよ。それ幸せだな。今思えば。今救われただろ。だ、いや、まあ、要は、みんな幸、ある程度幸せだって。いう感じだね、こうやって見てると。まだ健康が一番だよ。結局。ポジティブシンキング。いや、俺ポジティブじゃないんだけど、切り替えが、恐ろしいぐらい、早いんだよ。忘れちゃうんだよ、すぐ。寝るとな。ただ、あの時期は本当に病んでたわ。本当に。今でも思い出すからな、朝起きてパッて仕事、病院行かなきゃって。そういうのってあるだろう。受験とかがフラッシュバックすることない？あ、勉強しなきゃとか、授業行かなきゃって。落としそうな単位でさ、バッと起きることない？未だにあるよね。あ、今日行かなきゃ落ちちゃうって。32でもあるんだぜ。内容なんて、講義の内容なんて全く覚えてないのに。俺、未だにあるんだよな。一昨年の12月ぐらい仕事でとんでもないミスして、あー、なんかあったね、それもね。でも忘れちゃうんだよ、結局それも。だからさ、その7年前の、その事件って俺の中では相当、爪痕、多分トラウマなんだろうね。人として、最低ねってあの言葉。本当にその、てめえがよ、付き合ってるやつ、もうあの不倫してる、俺ずーっと会議口言ってたから、なんで俺が不倫してるゴミ女に人として最低って言われなきゃいいん、てめえこの野郎、おめえ渋谷で会ったらてめえのこと鎌で切り裂くんだこの野郎って言ってたからな。配信で。おめえマジでおめえあれだからな、あの秋葉原でトラック突っ込んだやつと俺同じ名字だからよ、てめえ、ほんと渋谷だったらてめえのこと鎌で引き裂いて、お前、臓物でよ、アーチ描いてよ、バスケットボールストリートのあの電飾てめえの象徴で飾ってやるからなって俺ずっと言ってたからな、マジで。俺、歓喜より先に思いついてたからね。俺、パクられてんだよ、歓喜将軍に。あいつも所詮パクリじゃん、俺の。キングダム書いてるやつも。俺、だって言ってるんだもん、配信で。マジであいつらの獅子でよ、つって。あいつらの家系の獅子でよ、渋谷のあのバスケットボールストリートよ、俺が装飾してやっから、つって。ずーっと言ってたんだよ。よかった、会わなくて。捕まってたわ。最近なんで風呂入れなくなってきてる。立派な、うつ病になってるな。それ俺の中の初期症状だったから、俺今だって考えられなかったけど。あれ何なんだろうね。2週間風呂入れなかったんだよ、俺も。あれ完全に病気だよな。あれ完全に寒気するわ。俺2週間お風呂入れなかったんだよ。辛くて。完全に病気だよな。当時はさ、俺否定してたけど、いや、絶対違う、絶対違うって。ゴミも捨てれなかったし、マジであれ、病気だわ。頭も、くせえしさ、吐く生きてたんだけど、まっきっきれだけそれで怒られたわ。加藤くんは、吐く洗ってるんですかって言われて、いや、洗ってないっす、って。俺、病気だったんだな、ほんとに。そりゃもうダメだよ、そんなの。そんなのダメだよ。健康、心身ともに。だからね、俺よく言うじゃん。精神病に、もう、その症状が出たらマジで休めって仕事。風呂入れなくなるのはもうガチでやばいから、ちょっとほんと片足突っ込んでるから。あと、電車に乗れない。俺の職場ね、本当に劣悪な環境で、低賃金、重労働、長時間拘束っていう、本当にゴミみたいな。職場で。
周りから本当にね、かわいそうかわいそうって言われてたんだけど。だって、夜勤した後人いないから日勤してって言われたくなるよ、俺。あ、やばくない？その、あの、4時半から夜勤するじゃん。で、10時に終わるんだよ。その後、夜の12時まで、体を休めた体で働くんだよ。そりゃ不整脈出るわ。そんで、俺睡眠不足になると一発で不整脈出るの、今でも。だから、不整脈出るから、ホルター心電図つけながら、患者さんがモニターしてる心電図の一角に加藤純一のモニターみたいなのがあって。ほんで、夜勤の先生がさ、わーって飛んできて、純一君今不整脈出てるから横になれな、つって。そんなんで俺働いてたんだよ。わかりました、つって。お前、賠償請求しようぜ、今からでも。終わってるだろ、マジで。絶対今俺、じゃあ、冷静じゃないんだよな。酔うんだよ。そういう環境で働いておる、俺マジかっこいいっていう話をずっと視聴者にしてたの。マジでかっこいいだろ。俺マジで、そういう、な、懲役4年だったんだよな、要は俺。4年間懲役行ってきたの。だからちげえだろ。なんかさ、こいつ叩いても響かねえなって思う時ない？アンチコメとかしてさ、指示コメしても、なんでこいつこんなに響かねえのって言ったら、俺、韓国に懲役4年行ってきたのと同じぐらいの精神持ってるからね、マジで。俺ずっとでも刑務所入った方が絶対楽だからね、つって。なんかちょっと、ちょっとおかしいんだって、当時はそうじゃなかったんだよ。落ち込むこととかあったのに。本当だからこれ嘘じゃないよ、本当に。嘘じゃないの。だからみんな、俺が特別優秀だったわけじゃないんだよ。俺能力は低かったんだけど、懲役行ってたから、俺の中では。他の奴らみんな辞めて、消去法で俺主任にまでなったからね。史上最年少で。普通そういう時ってある程度他から外部から引っ張ってくるんだけど、こいつやめねえなっつって、目つけられて俺史上最年少で主任になったんだよ。やばくねえか？俺のこといじめてたやつみんなやめてって、俺だけ生き残って俺主任になったんだよ。やばくねえ。別に能力高かったわけじゃない。俺仕事できたわけじゃないから。ただ長い時間に耐えうる。なんで病院で働いたの？それ名前言いてえけど言ったら炎上するわ。ただ言ったらみんな納得してくれると思う。あそこだったのか、あそこはかわいそうだよって絶対みんな納得してくれる。それでもう勘のいい人はもう気づいてくれ。みんな上がるよ、絶対。だからまあ、しかも、手当、月500円でやってたからな、死人手当。ふざけんな。おい、ちょっと今からでも請求しようぜ。遅くねえだろ、お前。あんなクソ低賃金で働かせやって。そんで、あれだよ。転職しようと思って行った時に、給料5万円上がって、マジだからね、給料5万円上がって、夜勤なくなって残業なくなったんだよ、俺。やばくね？だからその、懲役行って帰ってきたら、研ぎ澄まされた肉体を手に入れたの。何にも！だから、それ以降さ、俺さ、仕事辞めてからさ、仕事の愚痴、何も言ってないでしょ。なんか、多分あると思うんだけど、それ以上のものがないの、もう。それ以上のものが。あるんだよ、嫌なことって。先輩からなんか嫌なこと言われたって、あるんだけど、ないんだよ。あの4年間は、宝物なんだよ、すごい。ずっとホワイトでしょ？多分なんかホワイトじゃないんだろうけど。日赤病院なんてほんと天国みたいなもんだからな。給料良くて。まあ、ツーター病院で都立だぞ。天国みたいなもんだよ、あんなの。天国。ずーろ、もうあんな天国だよ、はっきり言って。まあ、うちはもう、本当の刑務所だからね。ガチだって刑務所だって。人殺しして、するとじゃおめえらが明日人ぶっ殺して、入ったら、純ちゃんこういうとこで働いてたんだなって。順天堂とかも天国だよ。俺でもやってよかったわ。今だから。でも昔はもう言えなかった、そんなこと絶対。もう過ぎちまえば天国だけど。今、刑務所なんかね、今もうね、あれだよ。バスタブに札束浮かべて、写真撮ってる男みたいな気分で生きてるわ。金も全然ないんだよ。で、その時から比べたら全部もう上がり上司だから。借金1700万背負った時ですら、いやでもな、あの時の方が辛いなって、俺次の日から元気で配信してたからね。で、その時の方が辛かったんだもん。
借金1700万なんてへでもなかったのもん。いや、だこれって別に貯金の残高が、スコアが減ってるだけで、別に俺不整脈も出てねえし、まだ27だし返せるなっていう。もうほんとだって、風呂は入れなくならなかったもん。ほんとなんだって嘘じゃないんだって。これなんかカッコつけてるわけじゃねえんだって。だからみんなも一回ぐらいそうやって刑務所行ってこいよって俺言うけどだろ。結構切り替え早かったな、あの時も。まあ仕方ねえな、つって。なくしてた。で、メンタルが強いんじゃなくて、もう、離婚した家庭の息子娘が離婚しやすいのと一緒で、もうあんな地獄をまともな人間だったら、で、俺行かれてんだよね。なんでか辞めなかった理由が辞めるっていうのが言いづらかっただけだからね。辞めたかったんだよ。ただ辞めるっていう方が、なんか罰が悪かったんだよな。何の罪でその病院に収容されてたのちょっと言わしてよ。俺ね、就活してる時に、俺当時ってまだもう全然、今どうかわかんないけど、医療従事者ってもうバブルだったんだよ。どこでも就職できたの。で、いろんなところ行って、まあその結構ね、でっかい病院とかの大学病、みんなが知ってるの大学病院とかも受かったわけよ。ただね、そこの病院行った時に、その院長が俺の目を見て、こいつは10年に1人の逸材だ。もう今すぐ取れって、帰ってきた瞬間に合格通知がいたの。もうそんなこと言われたら俺もうそこで一旗あげるしかねえだろって入ったらもう本当に刑務所だったの。プリズンブレイクみたいな職場だったわ。ティディベア、ティーバッグと一緒に働いてた。マジでやばかったよ。本当に終わってたわ。よくよく考えたらさ、そんなさ、ブラックですって言ってるのもんじゃん。普通になんかね、ある程度採用する人ってさ、競争があってのものじゃん。俺のこと何も知らないのにさ、今すぐ取れなんておかしいじゃん。新卒だよ。冷静に考えると。中途じゃねえぞ。気づけなかったな。でもまあそう。そういうさ、不幸があったから俺はニコニコ動画を始めたんだよ。マジでだから感謝してるわ。で、うまいこと二足のわらじでなんとかやってんじゃん。だからもうみんなにもほんと一言だけ言わせてくれ。もう俺のな、小言だと思って聞いてくれ。もう、なんとかなるから絶対。5年経ったらマジで忘れるからな。刑務所入ってても。最悪刑務所入っても出てきたら忘れるぞ、多分。あいつらだからまた再犯するんだよ。だって S 刑務所入ったらもう入りたくねえだと思うじゃん。でも別に5年ぐらいだったら忘れるわけよ。だからまた一言がぶっ殺してまた入っちゃうわけ。何回も何回も繰り返すじゃん。覚醒だとかも。いい、もう、そんなもんなんだってみんな。すぐ忘れるから。やってる当時はな、なんか、もう絶対無理だよ。もともと犯罪犯さねえから、そんなまともなやつ。一回起こしたやつは確実に2回目やるから。やらなかったら褒めてあげようよ。そういう目で見て。生きていった方がいいと思う。学生団は違うか。恐ろしいよ。でも刑務所の方が楽なんだよ。どっちが楽だったんだろうな。本当にでもまあニコ生できねえからな、刑務所だと。なんか下手すりゃできそう。刑務所でもニコ生。だって、ホリエモンブロマがやってただろう。ホリエモン。今でも万引きやめられねえよ。はい、この人、犯罪者がいます。万引きやめられないって。お前それ別の窃盗症って知ってるか？金に困ってねえけど万引きやめれねえやつってちゃんとした精神病だからな。生活のためにやってるんだったら俺は止めないけど、窃盗症だったらちゃんとした病院行った方がいいよ。治るから。精神病であるからね。そういう人いるじゃん。よくテレビでやってない？そういう施設、ダルクみたいな施設にぶっ込まれて、みんなで反省し合ってやめるってやつ。それほんと病気だから。ちゃんとした病気だからほんと治しな。そんなんで人生狂ったら、やばいぞ。精神疾患であるんだよ。本当に。投資症って言うんだ。へえ。そう、スリル。ギャンブルと一緒で、リーチかかってきた時に、当たるかな、当たったとか外れたっていうのを味わえるらしいのね。バレてるかな、バレてないかな。バレてるかな、バレてないかな、みたいな。ので、あ、バレなかった、よかったっていうのに依存しちゃうんだって。すげえ恐ろしいじゃん。ジジイとかババとかで金持ってるやつとかも万引きしたりするだろう。下着泥棒とかも一緒。あー。
そうなんだ。せえよバカ、誰がこっちの気分よく配信してんのによ。お知らせすんじゃねえバカが。